い、いつもご視聴ありがとうございます。おっ、こんにちは、まあ、おしんちゃんことおばさやです。本日はウニいくら丼 3.5kg、 お味噌汁 1kg、 そば茶 1kg、 総重量約 5.5kg 用意いたしました。見ての通りウニはね、もうすでに盛り付けしてあって、これからこの 1kg のいくらをかけていきたいと思います。じゃあ、すごい、このいくら、もう幸せすぎる、もう今から幸せ。いくら様、ありがとうございます。いきます。うわー、すごい、あー、待って、あぶれ、あぶれ、あー、あー、すごい、やばい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 、もう、なんかもうすごすぎて、ゴミ力が、やばい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 、あー、すごい、おー、できた。すごすぎる。こんな豪華なデカ盛りあっていいのでしょうか。では早速いただきます。まずはそば茶で乾杯。うん、まず2から塩水を使ってます。塩水はやばいから。2、うん、うわー、おいしい。めっちゃ濃厚、ウニの味濃いすぎる。いくら、うん、すんごいしっかり出汁効いてて、わ、この出汁感がめっちゃ最高。いくらいろいろ食べてきたけど、この味付け歴代最高に好き。ウニいくら、このウニの濃厚な濃い旨味が口いっぱいに広がった後、このいくらの出汁感のある旨味が炸裂って感じで、もうやばいです。もうとにかくやばいです。旨味の情報量がすごい。お醤油もかけていこう。まろやかでコクのあるお醤油の塩味がウニの甘さをすごく引き立ててくれています。時間かけて悩みに悩んで、もう寝かせに寝かせまくって、もう温めてたネタだけあれば最高。旨味の限界値超えてきてる。今日は海鮮丼ということで、じゃん、ちょっと見えないけどアサリのお味噌汁。今回は信州一味噌みこちゃんのあさり汁を使用させていただきました。待って、止まんない。うわ、あさりめっちゃ美味しい。やめられない、止まらないあさり汁。うん、ウニがもうほんとクリーム。ウニって生クリームを食べて育ってるのかなって思うぐらい本当に濃厚クリーミー。うん、ルーはそば茶正解、大正義、そば茶大正義。そば茶には血圧を下げる効果もあったり、いろいろ体にいい成分がたくさん入っているので、みんなも積極的に飲んでみてね。早速なんですけど、まあ、やっぱりウニいくらって言ったら、もうちょっとあのおごからがないと始まらないっていう感じがするんで、早速いきたいと思います。本日のおごから案はじゃん、 SB さんの本生わさび。今日はこのわさびでいきたいと思います。この鼻から抜けるわさびのツンとするこの爽やかな香り、風味、これがもうあってもう初めて完成するよね。これだわよ、これないと、これないと始まらないわ。何かおすすめのわさびありましたら、ぜひぜひコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。ちょっとかけすぎた。こんな色濃いお醤油こんなドバドバかけて大丈夫？しょっぱくないと思うかもしれないけど、結構ね、味濃い感じのお醤油って結構旨味強いお醤油だから、全然そんな感じじゃないです。しょっぱくない。
有名ラーメン店とかもこの醤油を返しに使っていたりとかして、本当に出汁感が強くて美味しいお醤油なので、ちょっと高級なんですが、皆さんもぜひぜひ手に入った方試してみてほしいです。ちなみに私のこのお醤油の一番おすすめの食べ方は卵かけご飯です。 TKG ってお醤油の美味しさがすごく大事ですよ。うまっ。もうね、ウニとイクラのふなっしーも大好きだからね。ウニウニイクラ北海道っていうね、ふなっしー作の歌があるんですよ。もう大好き。人生で初めて北海道行った時が三宅さんたちと行った時かな。なんか北海道ってさ、なんかまあ海鮮もそうだけど、まあ、カニ、まあ、味噌ラーメン、まあ、ウニ、イクラ、ホタテ、あと、まあ、なんかさ、スープカレーとかジンギスカンとかの。ビヒロブタドとか、もうモルタオとかさ、もうアロイズのチョコレートとか、マジで揚げきれないほどもう美味しいものいっぱいあるじゃないですか。まず何食べたかったって言って、やっぱウニイクラだよね。ウニイクラ最強。うん、うまい。初めて北海道に行った時に朝食ビュッフェにイクラが並んでいることにものすごく感動しました。あれは幸せすぎる。ちゃんとかみんなで狐寿司っていうね、お寿司の食べ放題に行った時に、もうみんなのウニイクラ無双がやばかった。もうウニにかイクラにかイクラにかイクラみたいな。みんなもうやっぱ大食いの女子ウニイクラ大好きだから無双やばい。わさびもこれ掴んじちゃった。わさびね、好きでついつい掴んすぎちゃうんですよね。前にちょっとね、人生初のちょっとめちゃくちゃ高い高級寿司、簡単な高級寿司に行ってみたんですけど、その時に私いつも焼肉屋さんとかお寿司屋さんはもちろん、お蕎麦屋さんとかもうわさびね、とりあえず絶対追加でもらうみたいなぐらいわさび大好きで、わさびもうちょっともらえませんかって言ったんだけど、わさびつけないでそのままで食べた方が美味しいかなって言ってもらえて、そんなわけと思って食べたんですよ。めちゃくちゃ美味しかった。わさびはもう足せば足しただけ美味しいと思ってたけど、本当に美味しいやつってもうわさびいらないんだなって。超美味しかった。でもこれもめちゃくちゃ美味しいんだけど、わさび結構使っちゃう。わさびお味噌汁ちょっと少なくなってきたんで、ちょっと足しました。なくなったら足すだけだ。さすがにウニはなくなったら足すだけだったわけにはいかないね。ちょっと比率おかしくなってきちゃった。節約します。ウニといえば一度は行ってみた憧れのお店があって、北海道にある余市屋さんというウニ専門店なのですが、そこでは SSA ランクの最高級バフウニとか五大ウニの食べ比べ重とかが食べられるらしい。めちゃくちゃ行ってみたい。イクラも自由が丘の畑野さんというお店の筋子マスコ特上イクラ、黄金イクラのレインボー丼というね、四色丼がね、食べてみたいなって憧れがあります。ちょっとお寿司もしてみたいなと思って、じゃあ海苔用意しました。はい、へいいらっしゃい。おっちゃん何しますか。お、ウニイクラ寿司。あ、お目が高いじゃん。ウニイクラ寿司今いいやしね。今日はいいウニとイクラ入ってるんで、巻いていきます。
大正解。海苔もっと用意すればよかった。海苔いいな。海苔ありだわ。海苔あり、海苔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 ありありの海苔だ。海苔といえば忘れられない感動の医者の海苔があって、それが金沢駅の中にある前門寿司さんというところの手巻き寿司でできた海苔なんです。コントビという星付きのミシュラン店も使用している青のりが飛んだ風味が強くて本当に濃ゆくて美味しい海苔で、それが本当にもう海苔の概念覆る美味しさで、こう海苔ってこんなに美味しかったのって感動しちゃいました。前門寿司さんの美味しい海鮮とコントビの手巻き寿司最高です。みんなもぜひぜひ機会あったら食べてみてほしいです。あれは本当おすすめ。と私令和の虎最近ハマってよく見てるんですけど、令和の虎で最近取り上げられてた海苔ソース、あれもめちゃくちゃ気になる。海苔ボナーラが美味しいって社長さんとかヒカルさんとかが絶賛しててめちゃくちゃ気になってる。さあ粒三粒むつぶ、いくらもういないね、いないね、いないね。最後の一粒うふふふ、お疲れ様でした。おぐせやチャンネル、いやー超豪華なおぐいでしたね。ウニの濃厚な旨味とイクラの弾ける美味しさ、もう最高の組み合わせです。ウニウニイクラ北海道、さすが北海道の味覚はもう格別ですね。皆さんもぜひぜひちょっと贅沢をしたい気分の時にはハーゲンダッツではなくウニイクラ丼食べてみてはいかがでしょうか。ここまでご視聴ありがとうございました。バイバイ。